バイエト・ルプンテ・ジンリブ。はい、どうも、水野研修長の伊沢です。です。さくらです。そして山本です。はい、ズイクサカさん。どうも。何言った今。逆再生かな。ズイクサカさん、あ、逆再生だ。あった。やったー。飲むような格言を。ちょっと待って、ルール説明もそれ。しかも、はい、ということで、サカサクイズでーす。皆さんも答えるときは答えを逆さに答えてください。それやばいな。小さい文字に関して、はいはい、例えばチョップが答えになる問題でしたら、プチョというように、小さいツはそのまま、で小さいヤユヨはくっつけて。なるほど。チとヨはもう一塊なんだ。そうですね、はいはい、5問終了したときに最も点数が高かった人が優勝となります。あ、逆にね。順当だった場合なんだ。正解すると1ポイント、答すると、この問題にはもう答えられません。はい、はい、早押しじゃなきゃダメ。年上で押せたら結構すごい。読むのも難しい。そうだね。そう、めっちゃね、練習してきたから。第1問。イランモルスウシュンナニチニチイワンシンタノイケ。ウシュニ。正解。めっちゃむずい。めっちゃむずい。ようやくわかった。ルスウシュンナニチニチイワンシンタノイケと、ということで逆から読みますと、はい、時計の単身は1日に何周するとなりますので、むずい。正解は2周ということで、2周を逆から読んだ。すごい。俺もう最初の段階で、あれ語尾が何じゃねえ。それでもうダメ。ルスの段階でえってなったよ。まあ確かにルスでえめっちゃ思った。あれ、俺だけルール捉え間違ってるかな。もういっけとの時点で意味は分かったんだけど、なんて言ったか忘れちゃった。第2問。イランモツーパノンナバイエトルプンテジンリブネガメ。正解。よっしゃ。うわ、これ強い。すよくわかるな。すごい早押しクイズになった。一個もね、訳せずに終わる。はい、ただいまの問題は、スーパーノンナバイエトルプンテジンリブドッパってかがメガネだったと。あ、ね、バイエトってなんだと思ったら、トリエマか。一番嫌いないところです。バイエトを頑張って戻そうとした。俺なんで強いんだろう。逆にね。逆にね。うん、何聞いた。聞こえてくるやつを全部逆さまにするのはもう無理だから、今はここを逆さまにするぞと思って一回聞くのやめて反対にする作業に。いやーすごいな。あ、やっぱ目を覚めてるだけなんだ。関係あるか。逆にね、福田さんが2連投。よし。いやー、しかもなんかすごいのはさ、勝てる見込みが今のところ見つかんないじゃん。それでは参ります。イランモレダワノルレカカガエニツサンエンマチイタレサウピョッハガンイサイザデ石ラタアビタノコ。北里柴三郎。あ、間違えた。ちょっと待って、待って。はい、はい、渋沢栄一。あ、あーえ、じゃあ、津田梅子。正解。ちょっとマジでややこしい。超間違えてんだ。超間違えてる。全部間違えてる。俺一体なんか気づいたんだけど、深谷さんも同じミスしたから笑ってしまった。全然気づかなかった。
あ、もう3択のうち2つ進めちゃうと思って。俺今までできたのに、なんか急にできなくなって。やっぱそう、人に流されるな。これさ、やんなきゃいけないことが2個も3個もあるから、その結果としてこうなるんだよね。問題は、レダはノルレカカガエニツサンエンマチリタレサウピョファガンイザデ石ラタアビタノコ。3問目にやるミスじゃねえ。はい、ということで答えは、渋沢栄一さんなんですね。はい、引きずられた。別に逆に俺悪くないんだけど。でも一問で2回ミスってますね。そうなんだよね。しかもどっちもあっちゃうじゃん。最初に渋沢栄一も言ってるし、逆から読むのも最初にしてるのに同時にできてないせいで。どっちかは合ってるんだよ。はい、これで3問終わりまして、福田さんが2ポイント、川上さんが1ポイント。俺高いんだね、あれ。ね、正解は正解だから。そうですね。それでは4問目。イダンモ。ニナワクキョカ。タシクキョッサ。ガサンデジイル。テシンネキ。ボグツイカウドツテンザト。ノンザカオビスベ。ラクニフ。リクニフ。正解。あー、できた。おー、答えしかわからん。イナワクキョカ、タシクキョッサ、ガサンデジイル、テシンネキ、ウウツイカウトツテンザとノンザカオビスベ。正解はフニクリフニクラということで、はい、今回の問題結構珍しく、冒頭に結構キーワードというか、そうでしたね、ベスビオ火山を聞けば、あ、曲だな、曲だったなということで、フニクリフニクラいけたかもしれないということで、うん、まあ結構冒頭にあったというでしたね。はい、はい、これで4問終わりまして、福田さんが2ポイント、井沢さんが1ポイント、川上さんが1ポイント。おお、やばい。続いてが最終問題になります。おお、何か起こる予感。最後だし、逆にね、逆に0点にします。逆に0点、まあ名誉のために戦うみたいな。最終問題は逆に YouTube 的に1点です。あ、これ正当は逆ですね。正しく逆。第5問目。イダンモ。ニナワンプイカナイメウユノウヨイナオルスンゲンセオクボイハ。もう一度読みます。ニナワンブイカナイメウユノブヨイナオルスンゲンセオクボイハ。タハロシ。残念。俺もう結構問題文分かってるんだけど、僕問題文1個も分かってない。俺8割ぐらい分かってるんだよ。もう一度言います。ゆっくり言いますね。問題、あ、違う。いらんなー。ここでついに、ここでついにやったか。はい、もう一度やるのも遅いよ。ニナワンブイカナイメウユ。私負けましたわ。正解。よしよし、うわ、よくできてるわ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。問題もう一回読みますと、ニナワンブイカナイメウユノウヨイナオルスンゲンセオクボイハ。敗北を宣言したということは逆に勝利の宣言ということで、優勝は深さんです。逆にね、はい、ということでね、今日はね、逆にね、クイズやってきましたけど、まあ、逆に良かったかな。まあ、勝ち負け以上にいい問題が多かったから、俺逆にこの結果を受け入れてるやん。うん、何にそういう風に受け入れてほしい。確かに。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャン、ツイッターのもよろしく。さよなら。通知を逆にオンにしてね。